ばんは、青春通りの五十嵐です。今日のお話は、外国人のお客様ってどうなんです。今は少ないですが、以前は外国人のお客さんもたくさん来てました。女の子によっては外国人 NG なんて子もいてますし、誰でも OK っていうわけではないんですけど、やっぱり大阪は中国人観光客が多いので、中国の方はめっちゃ多かったです。ツアーみたいなので複数人で来る団体の方とかもいて、ここで悪どいのが、日本語話せるガイドが通常より高い料金で日本語を話せない方に請求して立て替えて、おばちゃんや女の子に中では料金表見せんといてって口裏合わせて、ガイドが多く支払いさせた分ポッキーにないないさせてるなんてこともあるみたいです。中国の裕福そうなお客様とかは長めの時間で入ってくれて、ことが終わればまだまだ時間余ってんのに帰ってくような太っ腹の方もたくさんいて、あの時はほんまめっちゃ稼げたわ。またいい外国人ばっかりじゃなくて、言葉通じやんから NG 行為を普通にやってきたりする人もやっぱいてるので、外国人 NG の女の子もいてますね。うちの経験ではベトナムの方はすごいめっちゃ荒くて、無理やりキスしてきたりとか、ちょっと荒めに胸触ってきたりとか、顔を触ってきたり舐めてきたり、髪の毛をベタベタ触ってきたりとか、そういう方がちょっと多かったので、玄関でベトナムの人が来た時はどうしようってなってました。で、なんで顔とか触ったりしたらダメかっていうと、やっぱ化粧とかしてるのでそれが落ちちゃったり、あと髪の毛だったらちょっとベタベタしたりとか、まあ、そういうことがあるから、女の子はあんまり顔を舐められたり触られたり髪触られたりするのはあんまり良くないなって思ったりして、飛び田に限らず女の子の顔を触ったり舐めたり髪の毛ベタベタ触ったりするのは他の業種でもあかんよ。まあ中には優しい方もいてたんですけどね。私はちなみに外国人の方はOKにしてました。嫌なこととかされたりしてたら、もうひたすらずっとノーノーノーって言ってました。次の仕事に支障とかも出ちゃったりするんで、そこはお願いします。また新型ウイルスが落ち着いて、中国の富裕層のお客様が来てくれるようになることを願ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークもオンにしてください。上がってってね。